つから買ってるの？去年の10月から。すでにホームセンターで5年間過ごしてる。窓がないところ。だから5年も過ごしてるの？どこのホームセンターなんですか？5年も。緑区の大高にあるカインズってホームセンター。はい、その中に入ってるペットコーナーだったんですけど、すごいんだけど、よく5年もお世話しましたね、そのペットショップの人。でもあんまりお世話してないあんまりお世話してない5年もいたら支流、なんとかだよ、支流支流症っていうのが足の裏、あ、足の裏がね、腫れてる、うん、なんかそのせいなのかなと思って、ただなんか今、右足を1個引いてて、うん、でも、うん、1週間くらい前、うんまでは平気っていうか、その前も右足をびっこ引いて、それで治ったんですよ。良くなったりは悪くなったりとかね。でもいつも右足なって。その前は左足で、それはちょっと間空けて、多分2、3週間か1ヶ月ぐらい前に左足を悪くして。だから、どっちも順番にね、痛い方をかばうと。ただ、うちに来てずっと順調だったのに、ほんとこの3月ぐらいからそういう風になって。そうなんですか。で、食べてるものは、うずら用のパ、なんだよ。粉、うずらのいろんなのが、はい、鳩の餌をこう崩してこう細かくしてるやつ、そうですね、砂みたいな感じのちょっとと、はい、メインはインコ用のペレットで、今ここにも落ちてるんですけど、インコ用のペレットも食べるのね、はい、そっちがメインで食べてます。なるほど、こっちがメインの、それが7割ぐらいで、7割強かな、うん、で、2割弱をうずらフードに、で、お前お家の中で買ってらっしゃってて、はい、ニッコヨクはニッコヨクはさせてます、あの網戸越しに。何分ぐらいしてます、1日だいたい平均。結構その直射日光が当たる時間は少ないんですけど、うん、でもずっと網戸越しにはそのなんだろう、薄い日光は浴びてます。結構開けっぱなしなんです。あ、本当半日ぐらい、はい、で寒い時はちょっとあの暖房近づけて、うん、はい、じゃあちょっとこうやって体重が、足はそうなんですけど、体重がなんかこの2週間ぐらい、はい、あんまり増えないで減り気味なんで、それで一生懸命ご飯の量増やして元気はすごい。体重じゃあ例えば何かあります？書いてある、書いてるのはないですけど、最初に来た時に180前後だったんですけど、それでずっと来て、で、はい、今年の3月22日の日に初めて卵を産んだんですよ。ただ初めてって言ってもホームセンターにいる間は結構産んでたみたいで、はいはい、でもこの私たちが10月にお迎えする1年ぐらい前からは全然産んでないっていう方をしてて、じゃあ3月21日から今まで何個産んでますか？それで一昨日産んだので2個目だったんですよ。一昨日産んだのが1個、一昨日っていうか水曜日ですね、水曜日28か28に2個目ね、はい、それで体重の移り変わりは180、その後は1個目を産んだ時にまさか産むと思ってなかったんで、ちょっとじゃあ体重を落とそうかなと思って175、6で抑えようと思って少しご飯の量を減らしたんですよ、うん、じゃあ来た時が180で、その後は何、体重いくつ？ずっと180だったのは、その3月22日に卵を産んだ後に、うん、卵を産んだら175、6になったんで、うん、それをキープしようと思って、うん、ちょっと今まであげてたご飯を少し少なめに与えてて、で今が172ぐらい、今172、はい、それが1週間ぐらい食べて、洗濯機つなげて、うん、取れない、こっちが止めて反対側に、反対側止まってないでしょ、こっち壊れてる、猫ちゃんは好きや、結構元気で暴れるんで、うん、そーっと気が強いで飛びます、飛びます、はい、いいですよ、174だね、はい、朝ごはんその後食べてるんで、朝ごはん食べる前が174、あ、ちょっとごめんなさい、ちょっとだけ持ってよ、174で、はい、じゃあね、ちょっと顔から見させてください、顔をまず見ます、私に顔を向けてください、はい、ごめんね、おい、どうにしよう、上のくちばしがすぐ伸びちゃうんです、はい、じゃあ下ろしてもらっていいですよ、はい、ちょっと私が触りますね、はい、ごめんね、名前なんだっけ、ペコタペコタ、ね、ご飯はうん、うん、よし、ごめんごめんごめん、ちょっと嫌な、ね、
いですね。やだよね。お前もっとついてたんだよね、こぶみたいな。ついてたんですけど、あのエミューオイルを毎日塗ってて。こぶってこういうのこと、うん、はいはい。もうかさぶたじゃないの、うん、いや、なんか死流症って言われたんですけど。まあ、要するにさ、支流症ってさ、タコみたいなもんなんですよね。はい、うん、腫瘍じゃなければね。だから、床はこの子はお家にいるときはこんな感じ、こんな感じで、あ、うん、でもここにちっちゃなレンガ2つと、あとちょっと高台を作ってたんですけど、うん、なんかそういう段差も良くないのかなと思って、この間外したばっかりですけど、レンガはまだ。これ取ってもいいかな。あ、取って大丈夫ですかね。取れないかな。取れそうな気がするんだけど、まあ、じゃあ無理にはやめておきましょう。うん、はい、多分そこを私がいつもエミューオイルでやってるから嫌がるのかなって。なんかさ、前の子の時ってそういう私出してません？保湿剤とか、ティーツリオイルとか。してないです。前の子、首の腫瘍だったんで。そうか、わかりました。じゃあね、これと、これと。体重が減るのが気になるんで、レントゲンとかってなんか確認していただけますか？いいですよ。ずっと順調に、あげればあげるだけ食べて増えてたんですけど、うん、T3 ってこちらだ。じゃあレントゲンちゃんと食べて、食欲元気大丈夫？食欲元気大丈夫で、うんちもしっかりしてます。活的に減ってないですか？はい、卵の時にうんちしなくなったんで、どうしたんだろうと思ったら卵が出て、まあ、その後大きいの作ってきた、うん、すいません、レントゲンペコタで用意して、うん、1枚ワンシャッター。でね、足ですけどね、はい、刺激の少ない消毒薬を出します、これをね、うん、でこれのスプレー容器を100均で買ってきてさ、はいはい、10倍に希釈しちゃってください。これを1で水、水道水でいいから水を給油。わかります。10倍です、ね。はい、10倍、はい。それがこれ。で、これでさ、ちょっと1日、最低1回、2回やれば2回、はい、3回やれば3回。うん、足の裏はそうだ、刺激の少ない消毒薬でちょっと消毒してください。舐めても平気ってことですか？舐めても平気。よく自分で気になってつっついてるもんね。それで、やったらすぐ拭き取る。はい、ベタベタにしとかないで。取れてない今、ね、取れた、取れた、かさぶたなんですよ。それでその後ね、コンディショナーで保湿剤なんだけど、うん、直接スプレーするか自分の手につけといてもいいんだけど、うんうんうん、それを塗り込むか、そうそう、足裏に塗り込んでください。これは保湿剤ね、うん、で保湿剤ってことは皮膚のバリア機能を高める。で最後に木の油、ティーツリオイル、これは皮膚の炎症をちょっと沈めてくれる働きがあるから、こいつも吸い込む。これ同時にじゃあ3つ、そうそう、3つ同時に。順番大事なんですか？順番、これその後保湿、うん、最後保湿、もう一回後で拭きます。それで最後に湿り気はさ、鳥はよろしくないから、うん、湿り気を取れるだけ取ってもらっていいです、はい、こんな感じわかりました。ごめんね。で、あとちょっと抗戦照射ありますか？ちょっとじゃあこちら側に来てもらって、ちょっと抗戦照射で、これはあの血流を良くして、前やってた近赤外線とかそうです、そうです、近赤外線、うん、で、まあ慢性疼痛ね、首が痛い、腰が痛い、まあそういったところを血流を良くして痛みを荒げたり、まさに皮膚疾患、この子そこちょっと皮膚炎気味だから、うん、の感染を起こしてれば脳腫瘍だし、そういったのに効果的、要は血流を良くして炎症を沈めて良くすると、うん、からまあよく使うのが食べんこに体全体に開けてお腹の、ね、血流を良くしたから、これを今からちょっと1分だけ開けさせてもらいます、はい、ごめんなさい、手伝ってもらっちゃっていいです？持ってていいです？そう、そのまま持っててもらえるといいです。ここ体全体に当てながらね、体全体に当てながらね、もうちょっとカメラ上げればな、見えんか。で、足裏いっちゃいますね。よいしょ。はい、ごめんね。足首とか足の
他の部分が痛くて3個引いてるっていう可能性もない。いや、その可能性もなきにしまらない。だって足の向きがおかしいもんね。そうなんですよ、内向きで。だからもうこの関節自体がちょっとおかしくなってるかもしれないよね。ずっとツルツルの床で5年間過ごしてたんで、でツル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 ずっと滑ってて、そういうの。それでまたさ、観察表出しますから、観察表作りましょうね、はい、うん、すごい問いってそういうの大事だからさ、うん、で体重は減らさんようにさ、はい、あの増やすように持ってってください。そうなんですよ、増やしたいんだけど、うん、思ったほど増えないのが心配で、だから元が180あったんだったら、はい、なんとか180になるようにね、うん、でちょっとぽっちゃりしてた方が長生きなんですよ、うん、長生きしよう。痩せてる子よりもね、当然なんか具合が悪くなったときってそんだけ体力あるわけじゃないですか。気持ちいいんですよ。あ、しまったタイマー、はい、1分やりましたね。はい、じゃあ終了。はい、高専所持はそっちに持ってて、はい、どうした、できますか。はい、じゃあちょっとレントゲン取ってきますからね。じゃあ町先生ちょっとお待ちいただいていいですか、はい、